紅茶で一番大事なのは、温度がめちゃくちゃ高いことじゃないんです。とにかく、空気を含んでることが大事なんですね。はい。つまり空気を含んでるってことは、なぜ新鮮な水を使ったか。これは何かっていうと、空気を含んでるからなんですね。その空気を含んでる水を使って、紅茶を立てるとどんな感じになるかっていうのをやりますね。こっからが早いですよ。こう、湯が沸きましたよね。ははい、い、沸きはまい、した。はい、沸きました。そしたらこ蒸れしてを、ました。入れました。今度はお湯が先です。で、茶葉が後です。はい、アップいきます。すごい動いてるし、だいぶ全部浮きましたね。茶葉に実を言うと泡がつくんですよ。で、茶葉に泡がついて、これ浮いてきてるんですね。すごい。全員、ほぼ全員浮いてますね。これどういうことかっていうと、新鮮な水を使ったこれが効果なんですね。つまり新鮮な水っていうのは、当然何を持ってるかっていうと、空気を含んでるわけです。で、空気を含んでる水っていうのは、当然沸騰させるっていうことは、その空気が逃げたくてしょうがないわけですよね。で、逃げたくてしょうがない空気っていうのは、当然そのまんまだと逃げにくいわけです。そこにゴミが入るとどういうふうになるかというと、つまりゴミに泡がつくんですよ。ちょうどこれは例えばビールとかなんかをコップに注いで、そこに例えば、まあゴミを入れることはないですけないど、ですけ ど。まあ例えば割り箸を入れるだとか、なんかするとそれから泡が出るでしょ。あれは何かというと、結局、ビールの中に溶け込んでる炭酸ガスが出たくてしょうがない。その出たくてしょうがないとこに、ゴミが入ると、それを核にして泡が出てくるわけです。捕まりに行っちゃうっそうてそうことそう。ですね。だから結局はこの紅茶なんてのはゴミなんですよ。だからそのゴミに、ただ、異物ぐらいにしそうてみそう ましょう。あ、そうですね。この水の中では異物ですよね。だからその異物に結局泡がついて、泡がついたっていうことは茶葉自体が軽くなります。で、軽くなれば必ず上に浮くでしょ。もうさっきからこうじわ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 色が濃くなってってるのはい。が分かりますね。今どさっと落ちてきましたね。茶葉が開くと、だいたい泡が外れて、ああやって落ちるんですよ。だからこういうふうに、結局紅茶なんてもんは、基本茶葉が上に上がってりゃいいんだよってことですよね。で、茶葉が上に上がるためにはどうすればいいのって言ったら、泡が抜ける前に、紅茶を立てること。つまり沸騰してすぐのお湯を使わないと、さっきのゴールデンルールのような、無様な状態になっちゃうよと。つまり下からの熱をかける、熱のエネルギーが全てこう蒸気に変わった時が、まあ完全なる、温度100な度で100す度ね。なんですね。で、それまでは結局、蒸気にも変わるけど、お湯の温度も上げる方にも力使ってるんですね。だから、ある時点までは基本的にはこう泡が出てはいるんですよ。沸騰する手前でも泡はね、あれは泡は出てるっちゅうことは、ね、蒸気に変わってる部分もあるんですね。だけど実際には、蒸気に変わる部分と、完全に、お湯の温度が完全に上がってしまえば、もう蒸気に変わる方にしかエネルギーが使われなくなるんで、あそこまでこう勢いよく、沸騰するわけですよね。で、茶葉が開いてくるわけで、茶葉が開くとも今のようにこう茶葉が落ちてくるわけです。